皆さんこんにちは、RC デザインサーチの澤です。今回はクイの試し打ちっていうのをやるんですけれども、目黒通りで今建設中 の、 建物ですね、そのクイを今打っていくっていうのは、そういうのをやるんですよ。事前にボーリング調査っていうのをしてまして、この土地がどういうふうなところに支持地盤があるか、ここからどれぐらいの深さに支持地盤があるかっていうのは分かってるんですが、とはいえ、実際にそこに支持層があるかっていうのを、現地で確認する作業っていうのがあるんですよね。そういうので、杭を実際に打ってみて、ちゃんとそこに支持層があるかっていうのを今回は確認していきたいと思います。材料を検品して、これから釣り込みます。羽のサイズとか、この羽の先端の厚みとか、交換の厚みとか、そういうのを検品して、その検品した杭で、実際その地層まで到達するかっていうのを確認していきます。650って書いてあるような羽の厚みですね。で、そのいくつか杭の種類があるんで、そういうそれぞれに対して、この T2 とかっていうその杭の番号が振られてることになります。この目安でだいたいこのメーターが振られてて、何メートルに入っていくかというのが分かるようになってますね。このレッカーはこのキャタピラを固定して上が旋回できるようになってるんですよね。あとレッカーというかこの空打ち機ですね。でこの4点を固定してこの下のキャタピラを動かすっていうのもできるんですね。そういうふうにこっちを固定してこの下を動かすか、ここを固定して上を動かすかで、この移動していくというか、そういうふうなことで移動を繰り返してこの狭い敷地に杭を打っていくっていう、そういうふうな重機になってますね。やっぱこの敷地でギリギリぐらいですね、幅が。でこの建物杭付きの幅が入らないとこの旋回できないと売っていけないんで、だこれよりも敷地が狭いと、ちょっと辛いかなっていう、そういう感じですね。杭の位置を調整して、少しずつこの合わせていくんですよね。この位置に、適切な位置にミリ単位で合わせていって、で位置が決まったら掘り始めます。実際に杭が所定の深さに到達したか、計画値通りの深さに到達したかどうかっていうのをレベルっていうのを据え付けて見ることになるんですが、これですね。これで、あらかじめ設定した杭の高さっていうのがあるんですが、実際にその高さになっていくかどうかっていうのを検討していきます。回転させながらゴブラしていくことになります。この羽の先端が、こういう形状になっていて、回すことで、きちっとにえぐりながら下の方へ進んでいくような形になっていますね。もちろんこの機械自体もこの旋回させて落ちているんで、この機械がちっちゃいとこの交換類を掘っていけないんですよね。ある程度のサイズがやっぱこっち側にも要求されることになるんですよ。スコップを掘るのでも体重が軽い人って掘れないと思うんですけど、そういうふうな理屈で、機械の重さっていうのも重要なんですね。なんで基本は機械が大きい方が掘りやすいってことになりますね。その水平垂直っていうのを確認しながら、杭が固がっていかないかっていうのを、こういうので確認しながら、進んでいくことになりますね。杭がこの、地面の中を行くときに地中の中の障害物とかに当たって、多少ずれたりするわけなんですが、そういうずれっていうのがそのどの程度になるかっていうのを、最終的に確認します。でそれが規定値以下であれば、問題ないよっていう、そういうふうな話になります。で規定値を超えると構造計算し直して、基礎形状とかを検討していくっていう話になります。溶接していきますね。いろんな工法があって、溶接しない工法もあるんですが、今回は溶接する工法になってます。溶接し終わって、でももう一回水平垂直っていうのを補正していきます。さっきも一回補正してるんですけど、もう一回確認して杭の固がりを調整していってます。
あの1本目の杭と2本目の杭の肩刈りを調整して、まあ、杭がこの 埋まっていくときに、まあ、肩刈ってがないように、まあ、ついてるあのタイミングで微調整します。